こんにちは。今日はですね、久しぶりのスニーカーズですね。アンダーカバー、ナイキ、サカイのトリプルコラボですね。LD ワッフル出るんで、こちらですね、今回ね、さすがにね、3種類出るんで、買えるかなと思ってるんですけれども、こちら今回挑戦していきたいと思います。で、そのためにちょっと今日休みだったんですけど、早起きしたんで、なんとしてでもね、ちょっとこれは当てておきたいなってとこなんですけれども、まあ、そうですね、個人的には、まあ、青とエンジみたいのが、一番ちょっとね、細身のスタイルでも太くても別に気にならずいけるのかなって感じなんで、そのカラーがね、当たればなってとこなんですが、まあまあ、どのカラーでもいいかなっていうところでですね、購入の方ですね、今回していきたいと思います。まあでも僕はですね、過去にその黒いやつ、黒と白のやつが当たった以来、全く当たってないです。まあ過去ね、多分ほとんどチャレンジしてるとは思うんですが、今のところ変えては一足しかいないですよってところですね。で早速あと1分ぐらいでもう販売になるんで、これどうだ、抽選ではないのかな。なんで準備していきたいと思います。はい、9時になりました。ちょっと入れてみましょう。抽選じゃないんで早い者勝ちみたいな感じなんでしょうか。どうなんだろう。まあ、とりあえずね、エンジと青のやつからいきたいなとは思っているんですが、ちょっとね、くる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 して画面が切り替わんないんでどうだろうって感じなんですが、あー結構意外にまだ人気あるのかな。あ、来ましたね。はい、とりあえずね、これで内容入れて、とりあえず順番待ちと、で、あとはまあゆったり入れてきましょうか。だいたいこの手パスワード間違えてね、買えないんすよね、いつも。なんか、買えないのか、それで買えないのかどうかわかんないですけど、まあ、ロスにはなってますよね、きっと。まあまあ、でもね、先日ちょっとあの、シュプリームの方、ノースフェイス変えたんで、今回変えたらもうこれちょっと破産確定なんですよね。なんで、変えたら嬉しいんですが、まあ、変えると破産みたいな感じですね。はい、順番待ち全部、とりあえずねになってます。入力したんで、このままちょっとね時間を置いて待っていきたいなと思います。まあ、正直ね、どれ当たってもいいっすよね。これこの黒白黄色も結構ね、なんかかっこいいですし、まあ多分ね、ストリート系っぽい感じでいくんだったら、僕はこの黒白黄色の感じのカラーがいいかなと思います。なんか合わせやすそうな感じがしますね。まあ、自分の持ってるアイテムとかに合わせて持ってるとこなんですけれども、まあ、合わせやすいかなと思います。まあ、形的にはね、なんか太めの格好よりちょっと細めの方が、普通くらいのサイズの方が個人的にはこの LD ワッフルはかっこいいのかなと思うんですけれども、黒と白のやつはかなり重宝しましたね。結構いろんなタイミングでね履けるんで、かなりその幅というかいろんなコーディネートにね合わせれるんで活躍しましたね。まあ、結構ねシンプルな服にも合うし、意外にその底のソールがこうちょっとこう特徴的な形になってるんですけれども、まあそういったところも合わせて、なんかちょっとね普通のなんかワッフル系のワッフルソールの靴とかと比べてみると、ちょっとね若干ごつくボディウムあるような感じになってるんで、そういったところでもね多少太くてもねいけるかなって感じで、極太にはね向いてないかなって感じはしますが、できればねこの青エンジ白みたいなカラー、これがねなんとなくこう今年の冬履きたいなというか、まあ、そういった感じですよね。まあ、自分の持ってるなんかこう服の中ではこれが一番合わせやすそうな気がします。まあ、赤とこの緑のやつでも全然いいことはいいんですが、はい、まあまあちょっとね時間かかるでしょうが、しばらくね待っていきましょう。なかなか来ないっすね。そんなにあれなのか。まあまあ明日はね、ダンク SB のハイのこの赤と黄緑のストロベリー、これが発売されますね。まあ、ちょっとねその SB なんで、まあ、僕スケボーやってるんで SB 買うのは一番その実用的ではあるんですが、ちょっと色が奇抜というかね、かなりこの合わせれる服が絞られちゃうんで、ちょっとなって感じするんですよ。実際その前のそのマッシュルームのやつも当たって良かったんですが、なかなか合わせづらくてですね、いろんな時に履けないよっていうところなんで、こういう感じでね服とか買っていくと赤がめっちゃ増えてくるんですよ。多分赤がその買いやすいとかもあると思うんですけれども、赤いシュプリーム赤い靴とかになっちゃうんで、結構ねカラーどぎつくなっちゃうんで、まあ、そういったところでもね、なるべくシンプルめなカラーというかね、その単色でこう
落ち着いたカラーが今欲しいなと。今メルカリですね、開いて見てるんですが、もうゴッテムの通知が多分来てる人は来てます。で、おそらく、まあ、見たところ、まあ、2分前とかなんで、ちょっと前に来てるかなって感じです。なんで多分もう多分当たってる人はまあ来てるのかなって感じなんで、他は多分ね望みは薄いのかなと思います。じゃあこのまま一旦ね、またスニーカーズに戻ってみましょう。ちょっと落ちたんでね、再起動します。そしたら通知来てるでしょう。来てないっすね。どうなんだろう。まあ、今ねこうやって見てみると、まあ、カラーによってね差もあるのかもしれないのですが、どうだろう、さほどないのかな。まあ2万6000とかでも売れてないんで、まあまあやっぱりその一時期よりはちょっと落ち着いてきたのかなって印象ですよね。まあ、25とかでもねサイズによっては残ったりとかしてるんで、まあまあ手数料とか考えたらね、多分売る人とかだったらあんまりね美味しい話ではないのかなって感じします。これ確か2万ぐらいですよね。なんで多分2万3000とか2万2000とかで売っちゃうとね、手数料とか送料取られちゃうんで、まあそうですね、2万5000ぐらいで売らないとっていうところになってくると思うんですけど、まあ、そうですね、まあ、プレネで売りたい人にはちょっと厳しい結果なのかなってとこですよね。まあ、欲しい人はねいいのかなって気もするんですけど、最近そうですね、スニーカー転売っていうのもなかなかねよっぽどの靴じゃないと難しいのかなって感じですよね。まあ、当たる率に関してのその儲けっていうのはもしかしたらねすごい良くないのかなって気もします。まあ、アカウントね何個もあってめちゃくちゃたくさん数買えるよって人は話は別ですけど、まあ、個人でねやるんだったらまあお小遣い程度ぐらいにしかねならないのかなと思います、最近の感じではね。はい、シュプリームとかに関しても、まあ、シュプリームとのスペースのもそんなにねがっつり値段ついてる感じもないんで、まあそうですね、欲しい人が買えたらっていうところですよね。一番大切なのは、まあ、本当にね欲しくても買えないってことって結構あるんで、まあ、そういった人がねちょっとやっぱかわいそうかなって気はするんですが、まあ、転売してもねそんな美味しくないんだったらね、この熱も落ち着けば、まあ、だいぶ欲しいモデルっていうのも買えるんじゃないかなとは思います。あと多分ねそのプレネじゃなかったら欲しくないっていう人もいると思うんで、まあ、そういった人もね少なくなってくれば本当に欲しい人っていうのも、ね、買えるようになってくるんじゃないかなとは思います。一旦戻りますか。まだ保留してますね。ちょっと今10時になりましたね。さすがに10時になったらねもう結果出てると思うんで、こっちはちょっとね見ていきましょう。さあさあどうでしょうか、開いていきましょう。おお外れたと思いきや変えてましたね。少しとこう、珍しい。はい、珍しい、すごい、これは嬉しい。まあまあ白黄色黒なんでまあいいでしょう。まあ変えたのはそうですね、白黄色黒ですね。まあもともと狙ってたねカラーっていうのはちょっと変えなかったんですけれども、いやいやちょっとね10時ぐらいまで待って来なかったんで、ちょっと別なこと用事というかね、なんかちょっといろいろしてたんですけれども、まあ30分後ぐらい見たらね来てましたね。帰ることあるんですね。いやーこれはね嬉しい、合わせやすそうというかね、割とね黒い服多いんで、まあ黒い服とかに相性いいと思うんでね、まあまあまあ結果的には良かったのかなって感じなんですが、まあ届いたらね商品の方も、レビューしていきたいなと思います。どんな感じかっていうのをちょっと見ていきたいんでね。まあまあそんな感じで画面収録ちょっとねするの忘れてたんで、あれなんですが、というところで、まあ、多分ね、動画の方というか、画像貼っつけてあれなんですけれども、今回はとりあえずね、メルタク変えることができました。で、そうですね、今後はですね、ちょっと、スプリームのジャケットも買って、靴も買って、もう破産状態なんで、しばらくはね、また買わないのかなって感じなんですが、買ったらちょっとレビューしていきたいと思いますし、まあ、いいモデルがあったらどんどん抽選の方はね、していきたいなと思います。じゃあ、こんな感じで今日は、変えました。珍しいですね。というところで、こんな感じで今日は終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。